てかマジで今のもなんかやっぱ目の前でまでってやっと気づけるんだよな。そう、そこまでってやっと気づけるってのはちょっと終わってんだよな。どうしようもないのは分かってる。まあ相手も同じ条件下ですからね。けどなーって感じはするけどなー、マジで運ゲーなんだよな。足音聞こえるか聞こえないかが。マジで分からんな。でもみんなどうやって戦ってんだ。俺かどうしようかな。みんなどうやって戦ってんだじゃねえのか思ったけど、だからあれか、3人だからこそだ、多分分かった。今シーズン特にだから、その3人でだから本当にだから盛るんだったらランクとかも3人で2-8と組まないと無理なんだ。理解した。どうやって持ってるんだっていうのは、まあ、簡単な話で2-8と組むしかねえんだ。2-8っていうか、そのランクに見合った火力の人と組むしかねえんだ。なるほど、とても分かりやすい。おお、スピファーあるやん、いいね。すごい、アーマーが一個もないの。熱っ、やば、そんなことあるんやな。おお、出た。だからこそきついんだろうな。前まで結構だから漏れてたって言った人たちも、理不尽な死がたまに訪れるから、そういうこともあって多分みんなイエーってなってんだろうな。ランクシステムが変わったってのもあるけど、キッズさんはね、どっちかっていうと全体的な敵でレベルが上がってるような状況になってんだよな。実際は変わんねえんだけど、レベルもあんまり、足音が聞こえないから敵の火力が 1.5 倍ぐらいに感じるんだよな。いきなり発砲されて死ぬみたいな。それもありそう、漏りづらい理由としては。まともに打ち合いないじゃないけどさ。なんかロングボウ乗ってる。この武器何？なんか落としてね、そこら辺から。そう、一番優先度高いと俺も思うんですが、まあ、運営さん的には優先度が多分一番低いんでしょうね。一番優先度高いと思うんだけどな、マジで。神、天才、タイミング神かよ。ない。強すん。ナーイス。そうなんですよね。いや、本当に、優先度は高いよね。俺が思うに。で、こんだけプレイヤーがムカついてんだから、てか、俺以外にもムカついてるプレイヤー多いと思うけどね。音爆で負けた時とか。なんでってなること多いと思うからね。正直。
いいね。そう、もうなんかこうなるともう数で押すって感じな気がするね。悪くねえな。うーようさん、ああいう時はなんか狙っちゃっていい気がするな。いや、サンスコ強いな。うん、やっぱサンスコ強いわ。でも本当にナイス。スピハなんかやっぱ普通に強そうだけどな。弱くはなさそうだね今のところ。あ、これフラットだったらいけたなとはなんない。スピットファイアでよかったーって思うシーンが多いから、なんかスピファで良さそうだな。確かにサブ武器はでもチャーラでいいんじゃね、なおさら。そうだから、もうスピファでもカバーできないぐらいの距離をもうチャージライフルで撃つみたいな。あとは全部スピットファイア任せみたいな。さすがにだってこの距離でスピファで撃つわけにはいかないから。おお、早い。あ、大変だ。ナイス。素晴らしい。ホライゾンじゃなかったら無理だな。本当に。ナイス。GG。素晴らしいです。